成功すれば戦力倍増。飛信隊が取り得る4つの組織再編方法を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、飛信隊が組織再編をする可能性について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。ギオンの戦いを無事生き延びるも、多くの仲間を失ってしまった飛信隊。彼らが再び戦場で活躍するには、軍を立て直さなければなりませんが、現在の秦軍の状況を考えると、補充要員が簡単に見つかる保証はありませんよね。そこで今回は、飛信隊が組織編成を変えて、軍を再建する可能性を考えてみました。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 現在の課題。では最初に、義安戦から生還した飛信隊の被害状況を振り返っていきましょう。彼らは、漢騎軍と共に李牧の罠に飛び込んだ結果、相次ぐ激戦を経て、半数近くの兵を失っており、加えて、飛信隊の騎兵隊を支えてきた、楽来、ナキラ腕利きの千人将を、2名も敵に撃たれてしまいました。兵、幹部ともに、飛信隊が出した被害としては、過去最大級のものですので、彼らが再び前線で活躍するには、組織の立て直しが必須です。これまでの飛信隊は、新しく強力な仲間を獲得することで組織を成長させてきましたから、こちらの動画で紹介したように、再び外部から頼もしい助っ人を得られれば、軍を再建できるでしょうけれど、現在のような総力戦の最中に、2名も優秀な部隊長を獲得できるかは、正直、運の要素が強すぎますよね。そこで今回は、飛信隊が新幹部を迎えなくても、軍をより強く再建できる方法を、4つ挙げて考察してみました。2. 可能性1、直轄部隊の創設。まず、1つ目の可能性として挙げたいのが、李信直轄兵団の創設です。飛信隊は、総勢 1.5 万の兵力を要しているものの、彼らの組織編成を見返すと、意外なことに、李信が直接率いる部隊は、組織図上存在していないのです。普段の乱戦では、電雄や電影が李信のそばにいることが多いですから、彼らの部隊が、実質的な直轄兵団の役割を果たしているのかもしれませんが、過去に、彼らが出払っていた時に行軍が奇襲を仕掛けてきた際には、李信自らが迎撃に出た場面もありましたから、防衛上、今の体制が最適だとはとても思えません。特に最近の李信は、以前よりも本能型の才能を開花させたからか、土壇場で打ち合わせにない行動をとることも多いため、李信の指揮に即応できる部隊の創設は、急務と言えるでしょうね。李信が直感を働かせる場面は死闘になることが多く、彼の直轄兵団を作るとなると、武勇に秀でた猛者を揃える必要がありますが、義安戦で命を落とした楽来が率いていた乱戦特化部隊黒飛氷ならば、十分その任に耐えることでしょう。元標高兵の彼らも、本能型に目覚めて、ますます標高に似てきた李信の下手なら、存分に力を振るってくれるでしょうから、楽来が抜けた穴を埋めるには、これが最適な方法に思えますね。3. 可能性に、部隊の吸収合併。幹部不足を補う手として、部隊長不在の隊を他の部隊と合併させる可能性も考えられます。飛信隊には現在、大きく分けて、騎兵隊と歩兵団の2つが存在しています。そのうち騎兵隊の方は、名前とは裏腹に、歩兵と騎兵の混成部隊となっており、義安戦で部隊長を失った2つの隊にも、騎兵と歩兵が、それぞれ500名ずつ在籍していました。歩兵団は歩兵のみで構成されるため、騎兵のいる、亡き、楽来隊の残党を丸ごと組み入れることはできないのですが、そのうち歩兵のみを歩兵団に編入させれば、残れば騎兵1000名となり、新たに千人将を1人迎えるだけでこたたります。また、この方法を採用した場合、歩兵団の総数が大きく増えますから、現在、100から200人将をしている古参の幹部を昇格させる余地が生まれますし、100人将を新たに数名誕生させることもできます。キャリアの長さや最近の頑張りぶりを見ると、このあたりは、そろそろ部隊長になってもいい頃合いでしょうし、後進育成という意味でも、歩兵団の拡張は、悪くない選択ではないでしょうか。4. 可能性3、副長組の昇格。飛信隊が組織の発展を考えるのなら、外部から新たな幹部を迎えるのではなく、
区長たちを昇格させるべきかもしれません。飛信隊には現在、教会、A さん、サスイという3名の副長が置かれていますが、5000人称である教会以外の2名は、電流やガヨといった部隊長と同じ1000人称の位に甘んじていますよね。組織の3、4番手が1000人称のままだと、指揮系統が乱れるのを防ぐために、彼らより下位の者を昇格させられませんから、このままでは、軍内に存在する部隊の規模を大きくすることができません。そこで、幹部たちの昇格余地を作るためにも、まずは副長である A さんと疎水を昇格させる必要があります。議案戦で飛信隊が失った2名の幹部は、くしくもどちらも1000人称でしたから、 A さんと疎水を2000人称に繰り上げれば、指揮官不足の問題が一気に解決します。組織を大きくするには、所属する者たちに出世という夢を見せる必要がありますから、まずは副長たちを順当に昇格させることで、兵に可能性を示してあげてほしいですよね。5. 可能性4、弓部隊の増強。他に考えられる可能性としては、弓部隊の増員がありえそうです。現状、弓部隊は歩兵団の1部隊という扱いで、わずか800名しか編成されておらず、割合で言えば全体の1割にも満たない小さな部隊です。特殊技能を持つ弓矢兄弟は別として、一般的な弓兵の仕事は、敵に一斉に矢の雨を降らせる物量攻撃が肝になります。戦場において弓兵は、人数が多ければ多いほど役に立ちますから、飛信隊が手っ取り早く強さを底上げしたいのであれば、弓部隊の数を増やしつつ鍛えるのが、最も近道だと言えるでしょうね。維新が将軍に昇格してから、飛信隊に晴れて正式な弓の専門部隊が誕生したものの、今のところ彼らは、部隊としてあまり戦果を上げられていません。弓部隊の戦績が振るわない理由として、弓兵が本領を発揮できない戦が続いたから、という側面があることも確かですが、それ以上に、歩兵で構成された彼らが機動力を求められる戦いについていけなかったことが大きいですから、飛信隊が弓部隊を拡大する場合、今後の戦に備えて、一部を弓騎兵にしておくことが望ましいです。弓騎兵部隊の創設は、兵庫軍でも愛を振るったとされる、早急隊の再現にもなりますから、創設者、草原の息子である陣と丹も、さぞ奮起してくれることでしょうね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。